これより会議を開きます。内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際お諮りいたします。本案審査のため本日政府参考人として内閣府男女共同参画局長林智子君、法務省矯正局長大橋悟君、出入国在留管理庁次長松本豊君及び外務省大臣官房参事官安藤義雄君の出席を求め説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これを許します。伊藤忠彦君。